みなみです。もぐみです。もぐみさんは目立つの得意ですか？いやー、人前に出るとビクビクだよ。それはいけませんねー。派手な見た目で誘惑し、油断させて毒でずぶりが生物界のトレンドです。どういうこと？今日は、美しいけど毒のある生物ちゃんたちについてお送りします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ニシキオオツバメガちゃんです。これは普通に綺麗な蝶々だね。もぐみさん、話聞いてましたか？このコアガですよ。あ、確かに、ガって名前にあるもんね。この子はマダガスカル島の森林や熱帯雨林、高原などに住んでいます。現地の人々もその美しさから、ガではなく蝶々だと信じていたようです。そりゃ誤解するよ、これだけ綺麗なんだもん。金属のように光沢のある緑の縦縞、そして後半と呼ばれる部分は、虹のように色が変わって見えます。キラキラで宝石みたいだね。しかも、普段よく見えない羽の裏側の方が、光沢部分が多くて綺麗なんです。このいいところが見えそうで見えない、チラリズムが興奮しますよね。おっさんか。実際にこの子の羽は、ソーシングや宝飾品として使われてきたようで、世界で最も美しいガと呼ぶ人もいます。さらに、美しいだけではなく、この子にはちょっとした伝説がありまして。なになに？マダガスカルの人々は、亡くなった人や祖先の魂が、蝶やガになって、現れると信じているんです。現地では、ロロアンドリアナと呼ばれていて、これは高邁なる精神って意味らしいですよ。魂が転生した姿なんだね。ロマンチックで素敵。そしてさらにロマンチックなことに、毒も持っているのです。どこがロマンチックなの？この子は幼虫の時、灯台草科の植物を食べるのですが、その毒を大人になっても、体内に持ち続けるのです。食べ物から摂取して蓄積してるのね。これに含まれるのはアルカロイド系の毒で、ユーフォルビンという成分です。このユーフォルビンに触れると、皮膚がかぶれ、めちゃくちゃ痒くなります。水泡もでき、美しいお肌も見るも無残な状態に。いやー、お外に出られない。そして恐ろしいのはこれだけではありません。うっかり食べるなどして体内に取り込むと、痙攣が起こります。筋肉が勝手に収縮を始め、もはや自分の意志では動かせなくなります。呼吸を司る横隔膜とかまで麻痺が及ぶと。やばすぎる、ご先祖様の魂であるがと仲良くしようとして、自分がそっち側に行っちゃったら、シャレにならないもんね。まさかうっかりガや蝶々を食べることはないと思うけど、綺麗だからって手で捕まえて。その手でお菓子とかつまんだら、ジエンドなのです。もちろん胃の粘膜は荒れ放題。そんなこんなで、マダガスカルの森でマリトッツォを食べるときは気をつけてください。なかなかいないよ、そんな人。月夜竹ちゃんです。日本、極東ロシアや中国東北部にいるキノコで、ブナの朽ち木などがこの子たちのお家なのです。なんというか、ザ、普通のキノコって感じだね。と思うじゃないですか？この子、ただのキノコじゃないですよ。夜にはなんと。光った、ぼんやりした光でなんか幻想的だね。夜になるとぼんやり光ります。この光の色は蓄光塗料のような薄いグリーンで。あ、わかった。これ作り物なんでしょ？テーマパークの飾りかな？なんと失礼な、全世界の月夜竹ちゃんに神戸を垂れて配ってください。これは本当に自然に生えているキノコちゃんの光ですよ。え？そうなの？この月夜竹ちゃんは、体の中にランプテロフラギンという成分を含んでおり、これによる生物発光で光るのです。飾り物なんかじゃなかった。深く謝意を表すとともに再発防止に努めます。ほら、頭も丸めて。ひどすぎない？それにしても、見た目は極めて普通のキノコだよね。光ることを知らなければ、鍋に入っててもおかしくないよ。いいですねー。ところでもぐみさんはどんな鍋がお好きですか？キムチチゲとかかなー。豚しゃぶとかも美味しそう。夏でも全然いけちゃう。ではもぐみさんのために、月夜竹ちゃんをたっぷり入れたキムチチゲをご用意しました。わーい。あれ？今日のテーマって。もちろん有毒です。この月夜竹ちゃんは間違って食べてしまうと、食べて30分から180分後には、下痢、嘔吐などの症状が現れます。食べさせ、ようとした？お箸を持ってられないほど筋肉がガクガク震え出し、全力疾走した後のように呼吸が乱れ、心臓の鼓動も乱れ、やがて気を失ってしまいます。食べさせようとした？まあまあもぐみさん、安心してください。この月夜竹ちゃんを食べている地方も日本に存在します。まず茹でた後に塩につけ、流水でよく洗うと、このようにしっかりと下処理をして。で、今回その下処理はしたの？でへぇ？いやー。でもさ、こんな光って目立ってたら、食べてくださいって言ってるようなもんじゃない？あ、それとも僕には毒がありますよって警告なのかな？実のところ、この子が光るメリットは、しっかりとわかっているわけじゃないのです。そこも含めてミステリアスってことね。皆さんはお友達に毒を持っちゃダメですよ。お前が言うな。こちらは青みの海牛ちゃんです。このヒラヒラしたやつがビジュアル系って感じだよね。色も綺麗で、RPG に出てくるモンスターみたい。本当に実在するの？本当ですよ。この子の特徴は、背中が青色、お腹が白っぽい銀色をしていることです。なんておしゃれな、でもどうしてそんな色をしてるんだろ？敵から姿を隠すためですね。海の上の敵からは、青色が海の色と同化して見えますし、海の中の敵からは、白色が海面と同化して見えます。
普段はクラゲちゃんなんかに取り付いて移動手段にしていますよ。移動手段？クラゲが異様に使われてる感あるね。そうなんです。この子はそのイケメンっぷりにたがわず、ビジュアル系バンドマンを彷彿とさせるかなりの紐野郎でして。いやいや、バンドマンへの偏見がすごいよ。この子、クラゲちゃんを食べちゃうんですよ。食べる？この子はクラゲちゃんに乗って移動しながら、毒のある秘宝をうどんのように口からチュルチュルっと吸い込むんです。この意外な可愛さにクラゲちゃんもノックアウトしちゃうんですよね。嫌だから食べられてるじゃん。ただ、この子もチャラをなりに苦労してるんですよ。チャラオテ？クラゲちゃんの紐にならないと生きていけないこの子ですが、広い概要に住んでいるためになかなか運命の相手に出会えないのです。確かに、それは生きていく上で深刻な問題だね。だから雌雄同体でオスとしてもメスとしても生殖活動ができ、効率的に子孫を増やすことができるのです。そうなんだ。つまり OL だけでなく、男性の紐になることもできるということです。いやだからバンドマンの例えもいいから。ただ、浜辺でこの美しい姿を見かけても、触るのはおすすめできません。え？ひょっとして。もちろん毒があります。実はこの子がうどんのようにすするクラゲの秘宝なのですが、カツオのエボシや銀河クラゲといった猛毒を持つクラゲのものなんです。そうだったんだ。クラゲから毒を盗んで体に蓄えるってことだね。ええ、これを投資法と言います。俺に触れると怪我するぜ、状態です。この危うさも、女の子がほっとけない理由なのか。で、いけないいけない、チャラ男に侵食されるところだったよ。刺されると、吐き気、激しい痛み、嘔吐などの症状に襲われます。砂浜がゲ、まみれになるのは確実なので、綺麗だからといってうっかり触らないように注意してくださいね。もうちょっと言葉選んでよ。レッドヘッドクレイトちゃん、入店です。ヘビか、得意ではないかな。私は大得意ですよ。だろうね。ご覧ください、この鮮やかな赤、そして黒とのコントラスト。確かに色は綺麗だね。カバンにしたらオシャレかも。なんてこと言うんですか、かわいそうに、私の目の黒い打ちはさせませんよ。レッドヘッドクレイトちゃんは、タイ、ミャンマー、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの熱帯雨林に住んでいます。ご覧の通り、頭と尻尾が鮮やかな美しい赤色をしていて、滑らかで大きな鱗なんかも特徴ですね。大きさがいまいちわからないんだけど、この子はどのくらいなの？だいたい120から150センチメートルですね。人の子供くらいだね。いくら綺麗でも、隣にいきなり現れたら驚いちゃいそう。もちろんこの子も毒を持っているのですが、毒の種類は神経毒で、しかも非常に危険なやつです。まず神経毒によって、筋繊維のコントロールが阻害されます。体が思うように動かなくなっちゃうやつかな？そうです。腕とか足が動かせないというレベルなら全然慣れっこなのですが。それに南さんだけだから。大変なのは、横隔膜を麻痺させてしまうこともあるということです。こうなると呼吸がダイレクトに阻害されるので、20分で天国です。うわ、最悪に苦しい死に方だね。甘いですよ、モブミさん。え？20分で死ねたらまだ幸いです。効果が遅く、麻痺が完全でなかったとしたら、じわじわと肺を潰されていくような苦しみが数時間にわたって続くことになるんです。ひぃ、せめて楽に死にたいよ。ただ、助かる方法はあります。血清を投与して神経毒を無効化すれば、命の危険はありません。噛まれたらすぐ血清のある病院に行かないとだね。そうですね。この他にも嬉しいお知らせがありますよ。え？この子はやたらめったら噛んでくるわけではありません。人間に会ったら基本的には逃げ出し、逃げるのを邪魔された時だけ噛んできます。ほ、案外臆病なんだね。ちょっと安心したよ。噛まれた人の死亡率は 15% 程度。しかも、人間がこの子に出会うのは、脳機開発のためにこの子の生息地に入った場合と相場が決まっています。あくまで自衛のために噛んでくるんだね。でも人間も農業しないと生きていけないし、複雑だね。アマゾンミルキーフロップちゃんです。え、これは綺麗。今日一番綺麗かも。モブミさんもお気に入りのようですね。うん、フランフランに売っててもおかしくないよ。実際、日本でも飼育用は2万円弱で買うことができるようです。へぇ、ペットとしてもいけるんだね。このアマゾンミルキーフロップちゃんは体長8センチメートル程度、エクアドルやスリナム、ボリビア、そしてブラジルなどにも生息しています。熱帯雨林の中に住み、木にできた穴の中で生活しています。目に十字の形の斑紋が入ることから、日本名は十字目毒アマガエルです。目の中に十字とか、ちょっぴりかっこいいかも。やはり特徴はこの模様ですよね。胴体や足に、独特の縞模様があります。しかも口の中が水色という、なんともおしゃれなデザイン。若い個体ほど、体の色のコントラストが強く、美しく見えるそうです。綺麗だね。あと、この子にはいかにもカエルって感じのイボがありますが、若いとそれも少ないそうです。っていうか、このカエルもカエルってことは。え？モブミさんまさかそれダジャレですか？偶然だから。ご本？カエルってことは、毒はないの？当然ありますよ。この子は敵に襲われると、皮膚から乳白色の毒液を分泌します。これがミルキーの名前の由来ですね。お菓子みたいで可愛い名前かと思ったら、まさか毒から来ていたとはね。
ちなみにこの毒に関しては、毒性の強さなどを含め、まだよくわかっていないそうですよ。それはそれでまた怖いな。飼われることもあるなら、ちゃんと解明してほしいものだよね。え？もぐみさんなんて言いました？ちゃんと毒の強さとかを解明してほしいなって。皆さん聞きましたか？今のもぐみさんの勇気ある言葉を。何が始まったの？身をもってこのアマゾンミルキーフロップちゃんの毒の強さを解明してくれるそうです。言ってないからそんなこと。さあ、どうぞ、さあ。じゃあ。さて、もぐみさんをいじり倒したところで、この子はファイアサラマンダーちゃんです。すごい色合いだね。なんかずんぐりしてて可愛らしいかも。美しいかは賛否が分かれるところですが、この威厳あふれる姿が素敵だったので紹介させていただきました。黒光りしてて高級感あるもんね。このファイアサラマンダーちゃんは南欧、中欧、東欧といったヨーロッパ地域に生息しています。実はヨーロッパを代表する両生類なんですよ。そういえばビジュアルもなんか見たことあるし、サラマンダーって聞いたことあるような。それはですね、北欧の伝説に出てくるサラマンダー、人影のモデルがこの子だと言われているからです。日本でもゲームとかで見たことある人は多いのではないでしょうか。ああ、確かによく見るかも、こういうの。伝説上のサラマンダーは古代エジプト時代の記録にも登場するほど由緒ある怪物です。火の中で生まれ、火を食べて成長し、火を燃え上がらせる能力を持ちます。いかにも怪物って感じだよね。それだけではありません。伝説上のサラマンダーは火にくべても傷つかない。サラマンダーをくべたかがり火が月の高さまで燃え上がるなど、エピソードにこと欠かず、多くの権力者たちが憧れ探し求めていたのです。始皇帝にとっての不老不死の薬みたいなものね。そう聞くとさらに貫禄が加わったような気がするよ。そしてそのモデルとされているのがこの子です。さすがに火は吐かないでしょ。にあり火、確かに火は吐きませんが、毒を飛ばします。飛ばす？乳白色の毒液をですね、正確に相手に狙いを定め噴射することができるのです。その速度はなんと秒速 300cm、 時速にすると 10.8km です。なんとこの速さ、息子を乗せて幼稚園まで送り迎えするママチャリの速度に匹敵します。いや、速いかどうかなんとも言えない例えやめて。でもどうしてそんな飛び道具みたいなことができるの？それはですね、この子の毒腺が骨格筋に囲まれて、その力で勢いよく毒を噴射することができるってことですね。毒腺にちっちゃい重機乗せてんのかい。お願い、するじゃねえよ。この吐いた毒が炎のように見えたから、ファイアーサラマンダーと呼ばれるようになったとも言われていますね。そう言いたくなるのもわかるよね。もし毒を浴びちゃったらどうなるの？この子の持つ毒は、サラマンダリンと呼ばれるアルカロイド系の神経毒なので、症状としては痙攣や高血圧ですね。毒の名前からサラマンダー。拳で心臓を内側から握られるような苦しみを感じ、体の自由が効かなくなり、ガクガク震え続けることになります。さすがサラマンダーだ。ちなみにこのファイアサラマンダーちゃんは無敵というわけではなくて、幼体の時には力が弱く、肉食の昆虫ちゃんたちに食べられてしまいます。幼虫の時はどうしても無防備だもんね。クマジロスカシマダラちゃん、この子はタテハチョウの一種で、テキサスからチリに渡る地域の熱帯雨林に生息しています。ガラスみたいですごく綺麗。これって羽が透き通ってるの？不思議ですよね。おっしゃる通りで、羽が透明なのです。つまじろすかしまだらちゃんはガラスのように透き通った羽が特徴で、これによって飛んでいる最中も天敵から見つけられ辛くなっています。そっか、天敵から見つからないようにこんな姿になったんだね。スペイン語では小さな鏡という意味の名前で呼ばれます。いちいちメルヘンチックだ。そういえばもぐみさん、芋虫ちゃんは好きですか？どうしたの急に？まあどっちかといえば苦手だけど。この子は幼虫も円筒形の身体に滑らかな突起と、周囲の光を反射しやすい美しいデザインで、敵から見えにくくなっているそうです。幼虫まで綺麗なんだね。ちなみに、サナギちゃんも銀色です。どのシーンを取り出しても隙がないね。どの位置にキルーテン動画見てるみたい。生まれてからずっと、パーフェクトな美しさですよね。そんな綺麗な芋虫なら、お友達になれるかも。そんなもぐみさんのために、今日はつまじろすかしまだらちゃんの幼虫、100万匹においでいただいています。やめてー。また、この羽のデザインですが、ただ見えにくくしているというだけではなく、トンボマダラという毒を持った蝶に、あえて似せたデザインにすることで、身を守っているという面もあるのです。なるほどね、これなら毒なんかなくても。あ、ちなみに毒はありますよ。やっぱり。この子の毒は、餌となっているナス科の植物から来ています。この毒を体に蓄えることで、この子たち自身が毒を持つのです。この子たちの毒はピロリジジンアルカロイドといい、肝臓の血管の病気などの原因物質となります。綺麗だからってうかつに触ると良くないね。触るというより、獲物に食べられた時に相手が毒を取り込んでしまうことになるため、食べられることを防げる、というのが目的でしょうね。あと、毒を体の中に入れていることで味もまずくなるそうですし。最後の手段すぎる。でもそれで次から仲間が食べられなくなるんだもんね。美しい生き物って、森とかであったらつい触ったり構ったりしたくなっちゃいそうだよね。
しかし相手が毒を持っている場合もあるので、注意が必要なのです。危険なく美しさだけを楽しむには、ネットで写真を拝むしかなさそうだね。何言っているんですか？もちろん一人一人会いに行きますよ。さあ支度してください。いやだー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。